はい、若旅旅用です。またね、ユニクロパトロールしてね、ワゴンの中のセール品があるんですけど、それをいいのを見繕ってきました。今ね、冬物が多いんですけども、去年の多分残りの夏物ですね、夏物がありましたので買ってきました。去年とね、今年のもあったですね。まず一番はこれですね、ユニクロの T シャツ。なんという T シャツかわかりません。わかりました。ドライ EX クルーネックコットンライク半袖。これが L サイズ。790円で買ってきました。こういうの好きなんですよね。定価じゃあんまり買わないですね。そして今度は XL。これもグランスリーブ。なで型なんですかね。グランスリーブ T シャツ、ゴブ袖。これは XL。クリーム色ですかね。黄色かな？クリーム色かね？黄色かね？よくわかんないですけど、そういったやつですね。イエロー、42イエローってやつです。これも790円。そしてまた T シャツですね。今度ユニクロ U っていう方の。これはオーバーサイズクルーネック T シャツ30、半袖、ナチュラル30というナチュラル、綿 100% の L サイズ。これを買ってきました。790円。そして、今度はユニクロの一緒ですかね。ドライ EX クルーネック。さっきのと一緒ですね。これの色違いですね。さっきのこれオリーブだったけど、今度は薄い茶色。ベージュって書いてます。31ベージュ。今度は XL。さっきのは LX。こっちは L だけど、今度は LX、XL。これも790円。最後に、これが今、現在、インディゴ染めの T シャツですね。まだ値下げしてないですね。1900円かな？で売ってるインディゴ染めの T シャツですが、これがですね、ワゴンの方に入って、はい、この商品は少々難がありますということで、日焼けですね。日焼け。日焼けだったから1900円が990円、1000円引きになってますね。サイズは XL。日焼けも何もね、これはだいたい外で着るもんだから日に焼けるので、私は気にしません。という以上4点をパトロールのついでに買ってきました。ちょっと軽く着てみましょうかね。はい、オリーブの L。ドライ EX クルーネック T シャツコットンライク54グリーン。やっぱこれもポリエステル 100% ですね。あ、サイズ的には私はこれが一番好きですね。一番しっくり馴染み深いサイズですね。うん。あとの3つはちょっとゆとりがありますね。このぐらいが私は好みです。はい。今度はユニクロ U の L サイズ、オーバーサイズクルーネック T シャツ、綿 100%。うん。真夏以外は良さそうですね。うん。ナチュラル。ナチュラルだけど、いやいや、黄色が強いですね。黄色の強いナチュラル。そしてこれがドライ EX クルーネックコットンライクシャツ XL で、全部 100% ポリエステル。ポリエステルですね。100% ポリエステル。まあ、着た分にはね、そんなコットンとの違いがあまりわかんないですね。いやいや滑らかなコットンっていう感じですね。ちょっと着丈が長いですね。シャツにインした方がいいかもしれない。ちょっと長いです。お尻は考えます。そしてラグランスリープの XL。これは綿が70でポリエステルが20。イエロー。ラグラン、着てる分にはわかんないですね。ラグランスですよ、あれでも。私には。これもちょっとでかいですね。これも着丈が長いから、やっぱり緩めのパンツで合わせた方がいいんですかね。ちょっと研究の余地があるかもしれない。ラグランスリープ。わからないね。何がラグランなんだ。はい、インディゴ染め XL。XL だからでかいね、やっぱり。ちょうどね、私が L サイズと XL の間ぐらいなんですよね。脅威が116まで対応してるから。ゆとりですね。袖も広い。袖も全然広いですね。
パンパンにならない。背中もゆとりがたっぷり。一応これでデニムオンデニム、ダブルのデニムって感じですね。というわけでワゴンセール品の T シャツ5品買ってまいりました。まあ、60歳だからね、そんなに流行を追う必要もないのでですね、私の場合は大体このワゴンの中に入っている生理品で間に合っております。いろいろね、値上げラッシュの4月ですが、こうやってですね、まあファッションも少しずつ自分なりに楽しんでいきたいと思います。皆様もよかったらですね、あのワゴン品の中覗いてみてください。結構いいのが入ってるかもしれません。ではまたどうぞ。